どうも六人部動画部でーす。出てきました、はい、外に。はい、こちらはどこですか？横浜です。横浜の後ろがね、はい、赤レンガ倉庫、はい、見えますか？象の花テラスの近くですね。はい、今日は某打ち合わせで、ちょっと行ってまいりまして、はい、これからまたねちょっと楽しみですね。楽しみですね、本当にね。展開がどうなるか。今年から動きたい。すごいですよ。今年から動きたい。何よ。すごいことになりますよ。どこに動きたい。いや、楽しみだね。楽しみですね。ご報告できるのを、待っててください。はい。では、今日はですね、皆さん、3月3日なんです。あ、今日は。そうですね。男ばかりの、ロクディムですけども。はい。やっぱり今日は女性のために、今日はひな祭りをね、ちょっとお祝いしたいなと思いまして、今までラジオ部で、ラジオ部の方で、443でしたっけ ?443。443でなんかいろいろね、やってましたけども、今日はやっぱりほら、ひな祭りスペシャルだから、333で。行きたいと思います。全部3でね。3で。まあ今までね、言葉でごまかせてた部分があるのが、こう顔の表情まで見えちゃうわけですね。そうです。そういうことです。恥ずかしいな。さあ、じゃあ、テーマはやっぱり、はい、まあシンプルにね、ひな祭りで行きたいと思います。ひな祭りの333。はい。じゃあ、おもういきなり、はい、なんと、りょうちんさん。言ってないよね。言ったもん。おいきなりありますか。じゃあ。すごいな、このスピードで。はい。じゃあ、はい。行くよ。はい。女。飾りやる日説明をしてくれたということですね。それね、ひな祭りっていうのは、今のポーというのはですね、船が出航した、出航しました、まさにいいタイミングでね。ダメなやつじゃないよね。ダメなやつ出航しましたね。はい、見えますか？これがポーと言ってますね。ポーと言ってました。僕がダメだったわけじゃないですよ。はいはいはい。あ、片瀬さんもいきなり続いて、はい、そうですね。はい、わかりました。はい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 。お嫁。お。いつか、別れ。おー。ひな人形と違いますよ。ひな人形、娘が、いつかね、お嫁さんに行くでしょ？なるほど。はいはいはい。そう、だから。今は、そうそうそう。自分の手元にいるけど、そう、いつかは離れるんだなという父親の視点からね。父親の視点ですよ。はいはいはい、太田君、もうそう言われたら娘の視点で、はい、パパといつかしたいしたい、ちょっとね、1個だけ、ここだけで止めちゃうと、説明、まずいでしょ？ちょっと1個だけ説明させてください。いや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 、ちょっと、したいってあれだよ。結婚したいってことよ。わかる？ああ、パパと結婚したいってね。もうひな祭りと離れちゃったけどね。まあまあまあ。超えた感じですね。超えた感じで。なるほどね。よかった、危ない。は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 い。段が、あると、リッチ、リッチ、リッチ。おー、うまじゃあ、なるほどね。確かにね。なるほど。なんだもんね。最近はあんまちっちゃくコンパクトになってますけどね。え？何何？いやー、素晴らしかったですね。いやー、片寄せさんのね、本当にね、素晴らしいのが決まりまして。そこで終わるんだな。いやー、よかったよかった。もうね、またちょっとロケで動画部もね、配信していきたいなと思います。そうですね、もう動画部、ここに行って撮れっていうのがもしありましたらですね、ぜひぜひ、こちらの方に。はい。当てるのね。コメントで入れてください。コメントで入れてください。そうですね、コメントしてください。はい。ロクディム動画部でした。はい。良いひな祭りを。はい。